はいどうも皆さんこんにちは、サイデンです。今日は3月17かな、はい。昨日ね16日にあの仕事をしてたんですけど、28時間ぐらい仕事して、頑張りました。っていうのも今日はね、なんて言ったらいいか、まあ、なんかちょっと泊まりに遊びに行こうみたいな話をしてて、それに行くんですけれども、それに備えてっていうところですかね。今日あのひょっとしたらね、気づく人は気づくかもしれないですけど、いつもとちょっといろいろ違う感じに見えるんではないでしょうか。例えば画角とかね、あのいつも24ミリだから多分これぐらい、これぐらいの画の僕の顔面の強さがあると思うんですけど、今日結構緩めに撮れるっていう感じで、でも16ミリの時みたいにあの秒速がグワングワンしてないと思うんですね。っていうところがあると思います。まあ、カメラがねいつもと違って、EOS R6 からちょっとね違う、こういう経緯でっていうのをね、こういう経緯でっていうの喋ってなかった気がする今日の僕がねどういう振りをしてるかっていうのが難しいですけど、まあ、いろいろあってこうなりましたっていうのを、言ってもらいましょう、昨日の私に。はい、どうも皆さん、明日の僕がどういう構成にしてるか分かりませんが、もう限界を迎えて一周回ってちょっとハイになってきてる、サイデンです頭回ってねえな16時だから24+4、28時間、まあ、ちょっと働いておりましてね、絶賛元気に働いてたもんで、おかげさまでもフラフラなんですけれども、今日はねまあもう多分この動画見てる時には言ってるのかな、言ってないのか分かんないです。とにかく明日の僕がどういう構成にしてるか分からないですけど、まあじゃあ早速あれを召喚しますか。ということで、ルミックスベース東京さんから、こちらですね、こちらですねって言ってもこれただの袋なんですけど、結構でかい袋なんですけれども、じゃんとルミックス S5-2 と、はい、これなんかシンプルすぎて伝わんないか、あ、こっちの方がいいか、はい、ルミックス GH6 ということで、あの S5-2 の方はなんかこういうやつなんで、あんまりカメラのあれはないんですけど、はい、ルミックスさんから2つ、ルミックスさんっていうか、まあ、ルミックスベース東京さんから、カメラを2つお借りしました。前言ってたあの CP プラスのイベントで、これはい、S5-2 と GH6 2泊3日100円っていうね、100円でレンタルできるっていうものをいただきましたんで、まあ、それを使って、今回100円と100円200円で、2台のカメラを2泊3日で使わせていただけるようになりましたんで、使っていこうかなというふうに思っております。はい、現場からは以上ですじゃあ、明日の僕にお返しします。はいはい、そんなわけで昨日の僕がね、見と合ってね、あれああ合ってきた合ってきた、昨日の僕がまあいろいろ喋ってくれましたけれども、ルミックスさんから S5-2 ルミックスベース東京さんがね S5-2 と GH6 っていうのを借りました。そのカメラで今収録してます。今使ってるのは S5-2 っていう方ですね。機材がうまい、あれ1泊2日に行く装備じゃないんですよ1泊2日に行く装備じゃないから、もうまあ重い、よいしょ。まあ、そんなわけで、まあ、ちょっと1泊2日泊まりながら、S5-2、 いや個人的にはちょっと GH6 をいろいろ試してみたいなとは思ってるんですけど、まあ、ちょっと今晩はねってなってくると、夜の撮影ってなってくるとやっぱりマイクロフォーサーズのセンサーだとちょっと厳しいところはあるかなと思うんで、まあ、S5-2 これを使う機会が多いかとは思いますけれども、まあ、GH6 とにかく使ってみたいなっていうところで、 GH6 と、まあ、もう一個、うん、どうだろう、今回使うか分かんないですけど、ちょっと僕 Vlog の手段をいろいろ変えようと思ってて、これ今うまく撮れてればね、音が多分いつもと違う、やばい、こんなになんかマスク越しに喋って歩いてこの荷物持ってっていうの久しぶりで、めちゃくちゃ息が切れてる、運動不足ですね最近マジで。そう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 、マイクがね実はここに
見えんのかな。今日も黒い服だから気づかないかもしれないですけど、襟ぐらいのところに多分ついてるんですけど、マイクがね、ロードワイヤレス GO2 っていうマイクを初めて使ってみてるんで、それもどうかなっていう感じでお楽しみいただければと思います。小田原行きが参ります。危ないですから黄色いセッチブロックまでお下げください。Your attention please. The local train bound for Odawara via the Ueno Tokyo Line through service to the Tokyo Line will soon arrive on track number 3. For your safety, please stand behind the yellow line. この列車は15両です。あ、あれじゃね。みずほの前、みずほっていうよりあれだと思う。おはようございます。おはようございます。お願いします。かっこいい。やば。どういう格好なの？え？仕事直接？いや全然。そういう親切的な。え？そんな親切なシャツなんて。まあジェントルメンですから。悪かったね、はい、静岡さん。いやいや全然。なんとか。なんとか。大荒らしやして。あ、そう。よいしょ。よいしょ。撮ってるの？え？撮ってますよ。俺あんま下手なこと言えねえよ。なんで？今も？今も撮ってますよ。いや別になんか日頃の鈴木についてさあ鈴木について話しよう。ドライバーが一番ストロストロっすね。おはようございます。せっせっどっちユニクロでなんか寒いらしいんで買ってきたんでちょっと時間食いました。なんてこってなんか暖房ないとかいう噂を聞いたんですけど嘘でしたか。1万ぐらい出費したのに。お邪魔します。うわすげえ。おーすごいすごい楽しそう。映るとこがいい。
ありがとうございます。今日でも大丈夫そうですよ。てかさっきの朝明け方の方がやばかったですけど。ねえ、ねえ寒い。よいしょ。チャレンジ。チャレンジ。下山突然チャレンジになります。下山チャレンジ。ねえよくないっぱいあるんじゃん。すごいですよね。ベスト地帯なんだ。ありがとうございました。ベストですけど。またよろしくお願いします。アクセサリーつけてやってください。ありがとうございました。ありがとうございました。アクセサリーつけてやってください。もう一人でっかい風景ですね。ありがとうございました。お疲れ様です。ありがとうございます。